緊急企画出会いと別れの春サンダー転校生対決イエーイ。さあサンダー転校生対決ちょっと聞いてもいい一応ね、うん、サンダーそう説明しますね、はいはい、年度のね変わり目ということで、はい、転校される方転校する方たくさんいらっしゃると思うんですけど、はいはい、そうだね私にはいないかもしれないけどねうん、うんうん、いると思うんですけど、はい、して転校した時って、うん、初めにガラガラって、うんうんうん入るじゃないですか、ねはい、それってすごく大事じゃないですか、うん、大事だねファーストインプレッションをさ、はい、さどれだけ印象を残せるか、はい、でその後の学校生活ってすごい変わるから、ね、やっぱり重要じゃん、はい、そうだね、うん、そう重要なんかそして私たちはねアイドルなんですはい一応ねアイドル一応できるだけ目立たなきゃいけない目立たなきゃいけない、はい、目立たなきゃいけないの、はい、だから今回皆さんに転校生になりきってもらってそれで教室の入った後の行動でクラスにのみんなに稲妻をね稲妻そう稲妻サンダーでを打たれたような衝撃つまりサンダーを与えてくださいそうね、はい、そしてサンダー転校生を目指しましょうはい、はい、サンダーそうサンダーサンダー転校生サンダー稲妻だよ稲妻ビリビリビリ雷そう、うん、サンダー転校生はいそして私たち5月11日に初東京ワンマンライブがあるじゃないですかはいある意味東京への転校生みたいなもんですよね確かになるほど そうだね、すごいそこでも東京でも雷のようなね、うん、印象、はい、衝撃を残したいじゃないですかはい、その練習ということで練習、はい、今回は皆さんに三段転校生目指してもらいますはいはいなんか、まあ、ピンクは来てないよ、はい、みんななんかその三段転校生、うん、っていうのはいまいちピンとは来てないんですけど、うん、でも東京でやっぱり衝撃を起こしたいっていうのはやっぱ確かだよね、うん、確かだね、うん、それはそうですよねそれは確かに、うん、そうだねはい、うん、最後にね今回も前回と同様、はい、観客の皆さんに誰がサンダー転校生だったか手を挙げてもらいたいのでぜひ見ててくださいはいそして見事、はい、コーテ氏サンダー転校生になった方には、はい豪華景品が待ってますので食べ物ですよ食べ物えやった頑張ろうこれ負けられないよ負けられないわぜひ頑張ってくださいはい、はい、頑張りますということでねトップバッターは私がお今回もありがとうございますお願いします、 お願いしますはい、はい、お願いしますはい静かにこのクラスに新しい仲間が加わることになりましたじゃあ転校生誰入ってきてください誰大丈夫だよねえ見えて大丈夫な子だよね転校生ですよねだよ、うん、キョンシー、サンダー転校生サンダーどういうことキョンシーキョンシー最初びっくりしたね見えちゃいけないもの見えたそうこれ大丈夫なものかな本当に転校生って感じにね、でもまあサンダーサンダーそういうことだサンダーでしょいいサンダーだったね。いいサンダーだったね。キョンシーのサンダー。で、最後ウルトラマンのスペシウム光線サンダー。あ、そういうこと？だからもう、ね、これでもうサンダーだ。あー、そういうことね。結構凝ってるんだね。凝ってる。だね。頑張って。いや、でも、いい模様がね、見れましたね。はい。ね、こんな感じでしたら開くのね。そう。OK。じゃあね、これも前回と同じように、はい、終わった人が選べるシステムになってるので、私選びますね。はい。何にしよっかな。じゃあマリンちゃんやばえそうマリンちゃんでマリンちゃんか頑張ってください疲れた昼休み楽しかったね授業やだ給食物入っぱいねはい静かにこのクラスに
新しい仲間が加わることになりました。じゃあ転校生入ってきてください。やった転校生だろう。楽しみ。みんなのハートを狙い撃ち、サンダー転校生参上。サンダやらせろ。かかれたわ今ね。浮きってきたね、このパターンか。ね、可愛かったね。可愛いサンダーだった。可愛いサンダー、うん、めっちゃ可愛いサンダーだった。ね、もう、ね、話す言葉もないわ。頑張ったね。もう言葉が出ない。めっちゃ可愛いサンダーだって。サンダー。大丈夫？今日のライブはもうこのテンションで。そうだね。このテンションで。悲しい。テンションも奪われたそれに。いやでも本当によく頑張ったね。よくサンダーしてたよ。すごいサンダーってございました。心に。そうそう。よかったよ。はい。もう次でいいですか。もう次行っていいですか。じゃあどうしようかな。ゆいちゃん。はい。行こう。はい、頑張って。頑張れ。数学ね。数学だ。はい。静かに、はい、このクラスに新しい仲間が加わることになりました、じゃあ転校生入ってきてください。誰気になる。あ、ね、見た。かわいい。なに、かわいい、かわいい。こんにちは。今からうちの自己紹介するかよう聞いてな。うちの名前はゆい。趣味は歌とダンスをすることや。ここだけの話、うちハイタリやってんない。まかなちゃんも一緒のアイドルグループやな。そうです、うん、そうだよね。たぶんはい見たこと。ちなみにうちの出身どこかわかる？大阪。なんでやねん、バリバリの新潟県民やサンダー。結構むちゃぶりあったんだけど、びっくりだった。マジ？大丈夫だったこれ。すごい。大阪弁。大阪弁？そう、あの、いや、むちゃぶりだったじゃん。はい。新潟県民って言われたらどうしようかと思ってたの。よかった、迷ったんだよ。そう、すごい正しい回答でした。あ、よかったよかったよかった。すごい責任感。やっぱね、インパクトやっぱ残してますね。インパクトだね。やっぱり雷ですね。関西弁なんだけど、全部関西弁じゃなくて自分流の関西弁。そうなの。でも結構なまってたよね。そう、リアルだったから。癖、昔からの癖です。昔からの癖なんだ。かわいいね。いいね、頑張ったね。サンダーしてたよ。めっちゃサンダーだった。サンダーしてたね。サンダーしてたね。選ぶ？うん。どっちだどっちだ。どっちがいいんだろう。じゃあボカナちゃん。ということでレミちゃん最後か。疲れたね。疲れた。4時間目は静かに。あ、すいません。このクラスに新しい仲間が加わることになりました。じゃあ転校生入ってきてください。え、なんかイケメン、かっこいい、かっこいい、かっこいい。怖い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 。ガンつけられた。あ、すごい、ごめんなさい。あ、すごい。え、小手志学園で頭張ってた若菜だ。何？Y の趣味は腹話術で。腹話術言えてない。見てろ。見てろ。あ、はい。見てろ。はい。ちょっと怖いな。うん。あれ？怖いか。遅れて。来るよ。かわいい。かわいい。かわいい。え、意外とギャップ萌え。え、ね。よろしく。サンダー。新たな我が名さん。はい、あれ。事情聴取しよっか。どうぞ。どうしたんですか。
ビーバップハイスクールっていうものに憧れてやってみて、なすごく迷ったんですよ、うんうん、どういう風にしようかなって、うん、お父さんに相談したらこうなりました。お父さんの影響だった。お父さん、お父さん、はい、はい、そう、うん、なるほど。すみません、こんなんじゃないです。ファンの方減っちゃう。大丈夫だよ、大丈夫、大丈夫ですよね。増える増える。大丈夫大丈夫。ギャップ萌えだった、ね、うん。でもかっこよかった、うん。すごいね。かっこいいサンダーだった。本当？サンダー。うん、サンダー、うん。頑張ってみた。すごい。じゃあ次、うん。最後のレミちゃん。大丈夫？レミちゃん、頑張りや。頑張れ。心臓バクバク。頑張ってください。頑張れ。最後だから緊張だね、うん、大丈夫だよ。最後ね、緊張するよね、わかるよ。頑張れ。お腹いっぱい。お腹いっぱいだね。食べた食べた。はい、静かに、はい、このクラスに新しい仲間が加わることになりました。じゃあ転校生、入ってきてください。今月に2人目だ。ヤッホーヤッホー、結構新潟県産のギャル、レミポンです。レミポン、ギャル来た。ギャル来た、まさかの。私の、うん、趣味は地球を半周すること。半周で半周、半周。好きな教科は、なんだろう、リコーダーリコーダー。苦手な教科は算数で、うん、将来は、うん、エッグの専属モデル。おお。最後まで話を聞いてくれて感謝感激マジマンジ。ありがとう。これからもヨロピー。サンダー。嘘でしょ。すごい。ギャルちゃんが。レイちゃんがギャルになった。ギャル。ギャルになった。結構めなんか癖強く凝ってる。ね、新潟県産とか。県産とか言っちゃってて、うん。名前間違えちゃった。デミポ、え、デミポンじゃなくてデミポヨです。デミポヨね。デミポン。まあそんな、分かんなかったですね。うん、すごい完璧。サンダー、うん、ね、最後のちょっとサンダーパンダに聞こえたけど。パンダに聞こえたけど、もうすごい。ね、ギャルね。ギャルが。新たなミンガメみたいな感じがする。髪の毛とかめっちゃ使ってるこうやって。あ、そう。え、これはそういうイメージ？そう。あ、今日。手がかってるんだね。ギャルっぽい髪型って検索した、うん、こういう感じ。あ、そういうこと。可愛 い、ね、真面目だ。ちゃんと検索してる、ね、すごい良かった。みんなすごい個性が、うん、ね、強くて、はい、ちょっと今回いい勝負なんじゃないですか。ですかね、うん、みんなそれぞれ違ったから、はい、ね、よかった。はい、それでこれで全員の演技が終わりました。はい、皆さんどのメンバーがサンダー転校生だったか順番にメンバーの名前を言っていくので、皆さんがサンダーだと思った人に手を挙げてください。1人1回までです。はい、はい、今回もね、公正に判断してもらうためにこの方を呼びしました。はい、ポテチ部長研究会のバンダイさん。やったー。すごい盛り上がり、一番盛り上がってる。あれあれね、こんにちは、はい、こんにちは。今回もお願いします。お願いします。お願いします。はい、ではそれでは、はい、順番に挙手をお願いします。はい、じゃあまず私がサンダー転校生だと思った人。おー、ありがとうございます。え、次誰だっけ。マリンちゃんか。マリンちゃん、マリンちゃんがサンダー転校生だと思った人。はい、次誰だっけ。はい、はい、ゆいちゃんがサンダー転校生だと思った人。はい、次若菜ちゃんがサンダー転校生だと思った人。はい、次レミちゃんがサンダー転校生だと思った人。はい、それではマリン、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 ドライブロールお願いします。はい、じゃあ心の準備大丈夫ですか。あ、ちょっと緊張するね。いきます。はい、だーじゃん。おー、ゆいちゃん、ギャルだったか。ギャル、ギャル、ギャル、よかった。
たね。ギャル結構強かったね。あれには強かったわ、ね、見事サンダー転校生に輝いたレミさんに、うん、はい、こちらおブラックサンダーを、サンダーサンダーかっこいい、贈呈したいと思います。ここじゃん、サンダー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 、おめでとう、おめでとう、ギャルレミコン、レミコン、レミポヨ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 、どうどうですか今のお気持ちは。なんか昨日ちょうど台本が来て、それで自分で考えた、そうだね、頑張って考えた回だったので、ありがとうございます、おめでとうございます。これはねちょっとめっちゃギャルだったからね、ギャルだった、いろんなのいたね、ギャル、大阪、大阪、ヤンキー、可愛い系、可愛い系、キョンシーだ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 から、いろいろなものがいてね、そうね、楽しかったね、ね、楽しかった、見るのも楽しかった、ね、楽しかったですね。はい、というわけで初代サンダー転校生はレミちゃんでした。おめでとうございます。おめでとう。はい。カブシです。チャンネル登録とグッドボタン、コメントも。よろしくお願いします。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 以上コウトシーでした。バイバーイ。バイバーイ。